ドバイを本拠とする航空会社であるアラブ航空会社機構の一員アラブ首長国連邦のドバイをベースに1985年に2機の飛行機で就航を開始した当初は中古のボーイング747などで中東域内とヨーロッパ路線を運航していたがその後世界最大の旅客機アバス A380 等の 新型機の積極的な導入と新規路線の開設を進めた。2011年現在、日本、モスクワ、パリ、ロンドン、ソウル、北京、香港、バンコク、クアラルンプール、シンガポール、ジャカルタ、ムンバイ、シドニー、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンパウロ、ヨハネスブルグを含むすべての大陸の都市に就航している数少ない航空会社の一つである。 近年ドバイは中東の経済、観光の中心地となるべく投資を進め、街には超高層ビルや高級ホテルなどが林立しているが、エミレーツ航空もそうしたドバイ主張国の政策の一端を担っており、世界各地とドバイを結んでいる。近年では、エアバス A380 から800型機、ボーイング777から 200LR 型機、 またボーイング777から 300ER 型機77、777X 型機など、最新鋭機を大量に発注し大きな注目を集めた。航空業界では、新サービスや機体の大量発注などを大胆に行うことから、何をするかわからない、航空会社という異名を持つ。ドバイ国際空港に並ぶエミレーツ航空機2007年頃には、 原油価格高による燃料飛行等などで経営難に苦しむ航空会社が多い中、エミレーツは原油高による中東諸国の後継機に支えられ、世界で最も景気の良いエアラインと言われていた。しかし、拡張路線を歩んできた同社も2008年以降のアメリカを震源とする金融危機の影響を受けた。2008年には、 エミレーツ航空が保有するスリランカ航空の株式を全てスリランカ政府が引き取ることとなった。さらに2009年3月には利用客の減少から使用機材を変更したり不採算路線から運休や撤退をした。しかし2010年3月28日より成田国際空港へ就航を開始するなど金融危機前に比べて より採算性が高く見込める路線には、積極的に機材を投入し、再び拡大路線を強めている。2018年8月現在、エミレーツ航空の平均期都市はおよそ5.9年で、ある。なお、エミレーツ航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号は 1H で、航空機の形式名は777から21、はあ 777から 31H、777から 21HLR、777から 31H などとなる。メディアを再生する製造をされたばかりのエアバス A380 積極的に最新機材の導入を行っており、エアバス A380 を大量発注し話題になった。その後、 2010年6月8日に32機追加発注し、これにより発注数は合計で90機となった。これは民間大型旅客機部門において一つの航空会社単位では最大の発注数となる。2019年3月時点でボーイング777のすべて型を導入した唯一の航空会社である。また、 同社はこれだけの規模ながら旅客機としてボーイング747を運行していないが、そのことは同期が誕生して30年。主々の設計変更によりニーズに対応してきたが、それが限界に達しつつあることを意味している。2008年8月1日と3日に A380 をドバイニューヨーク間においてお披露目となるフライトを行った。そして8月8日より、 道路線間で、ニューヨーク行 EK201 便とドバイ行 EK202 便の往復便として、中近東の航空会社として、初めて商業飛行が開始された。同社は、A380 を世界最大規模で保有しているため、新規就航路線の開設やデモ飛行、イベント、キャンペーンなどの時に、イレギュラー的に投入されたりしていて、 同社の広告塔としての役割もあると思われる。また、同社の拠点空港となっている、ドバイ国際空港には、同社運用の A380 専用発着のターミナル3コンコース A を設置しており、同施設では20のゲートで同時に A380 の運用を行うことができるようになっている。2009年3月18日より、 ソフトバンクモバイルの端末に限り機内で携帯電話の利用ができる。なお、利用できるサービスは通話と SMS のみである。世界最大のエアバス A380 オペレーターとなるが、中でも2015年11月4日に受領した中距離2クラス使用は615座席としている。優勝飛行開始となれば、かつて二クラスで世界最多座席数であった。 全日本空輸のボーイング747から 400D の569席を抜き、ニクラスでは世界最多座席数同時に世界初の600席台の優勝座席数となる。2011年11月13日には長距離型の旅客機777から 300ER50 機180億ドル相当の発注契約を結んだと発表し、ドル建て基準で ボーイング社史上最大規模の受注となった。2012年3月2日には、ボーイング社では、量産1000機目となる、B777 を受領した。2011年11月17日ドバイ、航空省において、エアバス A38050 機の追加発注を発表。これにより、同航空会社の A380 保有数は140機を数えることとなる。 2013年11月17日にも、同じドバイ航空省にて、ボーイングが開発中のボーイング 777X シリーズのローンチカスタマーとなり、計150機、ボーイング777から 8X が35機、ボーイング777から 9X が115機と50機の購入権が付いた契約を発表。A380 も50機発注し、 オプションを除く確定分だけで中型、大型機200機の発注で、金額では990億ドルと小国の国家予算並みの民間機過去最高額の発注を行った。2016年5月、スカイマークが導入を試みたが、財政的な理由で、エアバスが発注キャンセルした A380 から800型2機を買い取った。2016年11月10日、 同社運行機材から A330 から200型機及び A340 から300型機が引退し、同社の現役旅客機はエアバス A380 型機とボーイング777シリーズに絞られることになったが、2017年11月のドバイ航空ショーの際にボーイング787から10型機を40機発注したことを発表した。2019年2月、 発注済みだった A380 型機39機をキャンセルし、代わりに A330 から900ネオ型機を40機、A350 から900型機を30機発注したと発表した。これによって A380 の生産は2021年をもって終了される。なお、購入予定だった787型機についてもエンジンが 土台の気候に適さないとの理由でキャンセルした。エミレーツ航空の客室乗務員機内サービスの評価は高く、業界でも権威あるアメリカのオーグによるエアラインオブザイヤーなど数々の賞を受賞している。同社が世界最多機数を保有する a 3 8には航空業界としては初の試みとしてファーストクラスの使用者を対象にラウンジバーのほか シャワーを備えた二つのバスルームが装備された。一部機材のファーストクラスは、通路と座席がパーティションで仕切られており、個室のような空間となっているプライベートスイートを搭載している。一部機材には、アイスというオンデマンドエンターテインメントシステムを導入。個人用座席モニターで、映画、音楽、ゲームのほか、E メール送受信や SMS を座席にいたまま利用できる。 システムは標準でアラビア語、英語のほか日本語にも対応。機内紙はオープンスキーズが用意される。一部機材では長時間飛行の際、夜間に機内の天井に星空が広がるようなムードライティングの演出がなされている。時差ボケ解消に有効だという。機内食はすべてハラールの食材、調理法で作られており、アルコール飲料も提供される。 日本就航以前から日本人客室乗務員を採用しており、日本路線のみならずドバイ発着のヨーロッパ路線やアフリカ路線、アメリカ路線、アジア路線にも乗務している。英語が堪能である必要があり、2カ国語以上を話すことができる乗務員も多い。現役客室乗務員が働いてみたい、人気航空会社で、世界で、 最も就職するのが難しい難関航空会社の一つである。ほとんどの運航路線では、姉や車提供の Wi-Fi によるインターネット接続が可能となっている。20メガバイトの通信までは無料で利用でき、それ以上は有料のプランが用意されているが、エミレーツスカイワーズ会員は無料で無制限に利用できたり、割引を利用できる。 ドバイ国際空港で乗り継ぐ際には、ファーストクラス、ビジネスクラスそれぞれに向けたラウンジがある。エミレーツ航空専用となっているターミナル3には各、コンコースそれぞれ4階と5階にある。特にコンコース A では、それぞれのラウンジ専用の搭乗口も設置され、ラウンジから離れることなく、機内へ搭乗が可能である。その他に丸幅ラウンジという、 座席クラスに関係なく利用できる有料ラウンジがある。乗り継ぎ待ち時間が長時間の乗客には無償でホテルの部屋を提供している。乗り継ぎ時にドバイに短期滞在する乗客にはホテルやツアーを低価格で提供している。エミレーツスカイワーズが独自のマイレージプログラムである。かつてはスリランカ航空とスカイワーズの名称で。 マイレージサービスを共通化していたが、2008年3月31日をもって、スリランカ航空がスカイワーズを離脱し、現在はエミレーツ航空単独のマイレージサービスとなっている。エミレーツスカイワーズには、ブルー、シルバー、ゴールド、プラチナの4つのティアがあり、一定期間内の搭乗回数や搭乗マイルにて、ティアが決まる。シルバーからは前述のビジネスクラスラウンジが、 利用できるなど様々な特典が用意されている。日本航空、ジェットエアウェイズ、大韓航空、南アフリカ航空、カンタス航空、ジェットスター航空、ジェットブルー航空、イージージェットなどと提携している。ドバイ国際空港を中心に、全大陸の主要100都市以上へ就航している。また、蒸気以外の都市へも、他社とのコードシェアで運航している。 2013年3月にブリティッシュエアウェイズとの13年に及ぶ提携を解消して、代わりにカンタス航空とのコードシェアや運賃設定、販売、運航計画、ラウンジの運用などの広範囲の提携に切り替えた。また、この提携に伴いカンタス航空はドバイ国際空港でエミレーツ航空が設置運営をしている。 A380 専用ターミナルを使用できる権利を唯一保有することになる。スポンサー活動に積極的である。過去には国際サッカー連盟アジアサッカー連盟公式パートナー、イングランドのチェルシー、フランスリーグ1のパリ・サンジェルマン FC、競馬のワールドレーシングチャンピオンシップ F1 チームマクラーレンのスポンサーでもあった。2006年から イギリス・イングランドのサッカークラブアーセナル FC の本拠地、エミレーツ・スタジアムの命名権を取得したのに続き、同年から同チームのスポンサーとなり、ユニフォームの胸に、フライ、エミレーツの文字を見ることができる。ただし2018から19シーズンからロゴが、エミレーツ・フライベター表記に順次変更されている。また、スペインのレアル・マドリード、ドイツのハンブルガー SV、 イタリアの AC ミラン、フランスのオリンピックリヨン、ポルトガルの SL ベンフィカ、ギリシャのオリンピアコス FC、FA カップ、アメリカのニューヨークコスモス、野球のロサンゼルスドジャースのメインスポンサーでこれら、スポンサーチーム主催のホームゲーム試合開始前のエキシビションなどでも、客室乗務員がパフォーマンスする様子が、同社公式 YouTube などに掲載されている。 2017年から自転車ロードレースチームである UAE チームエミレーツのスポンサーとなる。その他 F1ATP 全豪オープン全仏オープン全米オープン ICC ワールドラグビーヨーロピアンツアークリケットオーストラリアドバイワールドカップドバイセブンズチームニュージーランド AFL のコリングッドネットボールアラブ首長国連邦代表 ドバイ国際映画祭、ドバイジャズフェスティバル、メルボルン交響楽団とシドニー交響楽団、2020年開催予定のドバイ国際博覧会などのメインスポンサー、公式エアラインとして指定されている。また、イギリスのロンドンにあるロープウェイエミレーツエアラインの命名権も持っている。20から21シーズンからリーグワンのオリンピックリオンの胸スポンサーにもなった。ありがとうございます。